こっちの方でもいいし。おお、すごい。皆さん、Welcome back to our channel。 今日は塚田さん、違う雰囲気ですね。そうですね、今日はザ・道場って感じですごい立派な素晴らしい道場ですよ。はい、野田市にある春風館道場ですよ。春風館道場、ね、今日は皆さ ん、ね、ここに来たのはね、うん、受け身の練習したいと思いました、はい、やっぱり受け身はできないと忍法の技には入れないしね、うん、基本の基本から、ね、そう、基本の基本なんですよ。まあ初段受け身できなきゃ初段もらっちゃいけないね。先生、今日は怪我しないようにがちょっと引いてありますからね。で、私もそう、ずっとあの合気道やってて、うん、受け身やってるんですけど、うんうんうん、いつもおっしゃるそのポールさんの忍者式受け身っていうのが あんまりこう身についてないので、そうですね、もちょっと習いたいなっていうのはあって、あ、まあこれ忍者式な受け身かとか分かんないけど、まあ、うん、人間的な受け身かな。そうだ、自然な受け身、自然かもしれないですね。自然だと思う。みんな知ってると思うんだ、どっかで DNA の中にあるんだろう、はい、防御反応というか本能ですか。そうだから練習しないとこうパッと出ないんだね、はい、うん、だからそういう練習してみようかなと思いました。今日は、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあやっぱりね、今日の基本は前受け身ですよね。あ、前受け身、まあ、塚田さん上手いと思いますけど、まあ、別に同じなんですよ。体を小さくするんですよ。他のスポーツ化されたらこうやってやって、こうやってこうやってやってる、ね、あ、そうですね、はい、あの、ちゃんとまあ、さっき言ったように、それをね、こことかコンクリートの上で外でやってみたら、うん、肘とか絶対自分でやられちゃうから、どっちかというと地面に近くまで自分の体を持っててできればね、最初ね、でもうパッと小さくなって小さくなって、こう虫みたいな、なんだから虫、あ、ダンゴムシ、ダンゴムシみたいになってでもポッてこうやってちょっとこんな感じ、そう、もっとキュッと、もっとキュッと、もっとキュッとできれば、足をそのまま、そう、持っていく、ああ、もう見ておるな足、ああ、もう、あ、その立っちゃう感じですね、うん、うん、そう、で、2つあるんですよ、はい、みんなが知ってる、知ってるような受け身は、こっちの方でもいいし、でも僕は実際によく使ってたのはね、こういう受け身なんですよ。まあ、多分してると思うんだけど、こういうふうにこっちのこうつけたりして、これはすごい、こうですか、そう、これをつける感じ、肩甲骨をつける、そう、これは自転車でバッて行った時にこれ取って、もう全然飲めなかった。これはあんましたことないですね。まあみんなやってないんだろうな。やってないですね。こうやってすごく便利だ。かなり地面に密着させてる。そう、密着です。で、こっちの手はこうジャンプするときはこうやってあって、この手をサポートとしてね。こっちね。あ、こっちか。え、ちょっと待って、ジャンプしなくていいから、最初はこれでもう本当にこう、あの、その虫みたいにこうこうやってやります。小さくもう向こうに行く感じですね。そう、ここが違うな。これ難しい、まあ、そっからスタートだね。小さくしてキュッ、ボールみたいになって、ね、こうやってピュッ、頭こっち抜く、そうね、うわ、そう、足を抜く、でもなんかちょっと違う、足を持ってくるね、うん、足そのまま、足を伸ばせない、このそう、背がやっぱり抜けないですね、まあ、いいけど、それいいけど、ね、けどでもこっちの練習した方もいい、うん、そうですね、うん、じゃなくて足も落ちちゃうよね。これコンクリートの上でね、ぶつけたら本当に痛いよ、くるぶしちゃう。そうだから自分の足を持ってくるっていうのを小さくしちゃう、うん、それがまあ前受け身の基本の大切なところね、はい、後ろから押さえた時ね、これ押さえた、ああ、ちょっとおおって、また構え、ああ、この小さく構えるよね、とっさにもうそこで入ってるんですね、うん、受け身の練習は、前受け身はね、ここまで足が来るように、はい、ここからスタートするよね。実践だと分かるようにね、はい、ここからもうこうやって足がすくいくんだったら、もう多分このぐらいでぐるっと回る。うわー、ギリギリだった。ストローク短いですね。そう、ここからちっちゃくてこう小さくなるようにできるかな。いや、ここまで。
あ、後ろ行ってる。今こうやったらちょっとずるしちゃいました、ね、ずるしてるよ。いいじゃん、これずるしてる。これずるしてる。こんなないんだね。オッケー。そっから、次かな。小さくして。あー、いっちゃった。ちょっとバランスが。あのね、これもこういうふうに、自分の足のところに自分の背中が来るよ。そう、オッケー。そういう練習すると、よりちっちゃくなりますね。なんか この辺で思われる人もいるんだけど、最近練習してないんですね。もうこの辺、ぶってこう、頭がこの辺になる、来るようにね。自分の足より後ろに来るぐらいの、うん、そう。そういうような、くって自分を小さくしてしまう、ね。そうすると、ほら、相手が例えば、ここに立ってるとしたらね、で俺はここだったら、ここから行けるんです、すぐね、こう。そういう練習もした方がいいです。いつもこれだったら俺はすぐ行きたいじゃん、はい、だったらこれで行こうって、あー飛び込んで、そういうような前受け身を練習すると距離の練習は大切になる。例えば、うん、この距離だと、うん、この前だと、うん、俺がこれで、うん、おいおいさ、うん、これでちょっと、うん、できるよね、一気に間を詰める。そうちょっと、もっと重たいするよね。はあ、もちろん足を使ってもいいし、こうやって、ジャンプして、ピャッて、足を取ったりして、ね。おぉ、これ怖い。いろんな、もちろん、ただ、こう、この辺に、これ来たら、うん、で、こうやって取ったりして。ああ、逆、ああ、こうやって取ったり、ね。そうそう、ごめん。そう、痛いのがないと俺は嫌なんだね。じゃあ、スカラさん、今度は、ジャンプして、この辺に当てるようにして。もう距離をコントロールするわけですね。そう。意外と遠いですね。遠いでしょう。はい。飛んじゃった。こうなりますね。これで自爆しちゃう。っちゃうね、やっぱり。それだったら自爆してるよ。はい、その、あの癖をなくしましょう。いやー、あの体勢ちっちゃくのまま。小さくてバッてね、あ、難しいですね。僕の目の前に立つ。足がピュッてポッて立つ。これで難しいな。近いより難しいかもしれないです。どっちも難しいかもしれない。どっちこっち。じゃあこれでやってみますか。ああ、でもまあ、じゃあもう一回やりましょうね。おでも、おっと。いいね。トーナーいっぱい飛んじゃいますよ。うん、ジャンプしちゃう。飛び込んでいっちゃう。そうね。という悪い癖をどんどんなくしていく、ね、まあ、練習重ねていって。そう。それと自爆、うん、ちょっと肩落ちました。じゃあ皆さんも練習して、この自分を安全を守るための受け身は本当に基本の基本ですから、皆さんぜひとも練習してみてください。じゃあ皆さん、この動画が面白かったら受け身を取って、LIKE バトンをプツンと押してください。そしてあれでしたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。